こんにちは、タネチャンネルです。今回はラズベリーパイ、ピコ W を使って簡単なウェブサーバのようなものを作りましたので、それの紹介をしたいと思います。ラズベリーパイ、ピコ W とは小型で低価格なマイコンボードです。つまりちっちゃいコンピュータです。大きさは親指ほどのサイズで、お値段はなんと1500円程度で購入できます。それでいて Wi-Fi と Bluetooth を内蔵しています。メモリが少なく処理速度も遅いので高度なことはできませんが、ちょっとした電子工作、例えば LED の点灯ですとかモーターの制御などには十分使えます。 Wi-Fi 内蔵なのでスマホをリモコンとしてそれらの機器を制御できる夢のようなコンピュータなのです。開発言語は Python と C++ が使えます。今回はラズベリーパイ、ピコ W 用に最適化された Python であるマイクロ Python を使って開発します。今回このラズベリーパイ、ピコ W の Wi-Fi 機能を使ってホームページを作りたいと思いました。しかし専用のウェブサーバやフレームワークを探しましたが、私の環境ではうまく動作しませんでした。そこで自作することにしました。マイクロ Python に標準でついているネットワーク通信機能を使って基本的なウェブサーバを作ります。これによりピコをインターネットに接続してホームページを表示できるようになります。まずはどんなホームページができたのか動きを見てみましょう。URL を入力するとトップページが開きます。左のメニューから LED のオン・オフをやってみましょう。 LED オンでピコ状の LED が点灯します。 LED オフでピコ状の LED が消灯します。現在の温度を選択すると、ピコに搭載された温度センサーから温度を測定し表示してくれます。トップをクリックするとトップ画面に戻ります。ポスト通信のテストもしたかったので、ポストテストというメニューを設けました。クリックすると名前の入力欄が出てきます。ここに名前を入力して送信ボタンを押すとポスト通信がされて、画面上に名前が表示されるというページです。今回はあえて高速で動くホームページを作りたかったので、このようなシンプルなページになりました。 HTML ファイル上に CSS や JavaScript を組み込んであげることで、もっと華やかな画面のページも作れると思います。では作ったプログラムの解説に入ります。画面に表示されている HTML は各ページHTML ファイルを作り構成しました。内容は非常にシンプルなものですので、説明を割愛させていただきます。マイクロ Python のプログラムに関して説明させていただきます。まず基本となる Web 通信部分について解説します。作法自体は公式ホームページに載っている非同期通信のものと同様のものです。必要なライブラリをインポートします。ウェブサーバに必要なライブラリはネットワークとアシンク IO の2つです。9行目10行目で皆様の環境の Wi-Fi ルータの SSID とパスワードを設定してください。11行目でポート番号80番を指定しています。ピコを Wi-Fi と接続する部分をコネクト&リターン IP 関数で定義します。これを呼び出すことでピコが Wi-Fi と接続し、接続した時の IP アドレスを取得し返却してくれます。アシンクサーバー関数は Web 通信のメインとなる処理をまとめて関数化しました。ブラウザからのリクエストを受信して結果を加工して次のページをブラウザに出力する部分を定義した関数です。この関数は非同期で処理させるためアシンク宣言をしています。引
数のリーダーはストリームリーダーというオブジェクトで、ここにブラウザからのリクエスト情報、つまりゲットなのかポストなのかとか、それに付随する情報などが入ってきます。引数のライターはストリームライターというオブジェクトで、ブラウザに対して出力するための機能を持ったオブジェクトです。166行目でリードすることでブラウザからのリクエスト情報を取得できます。これを受けて169行目のゲットコンテント&ページ関数でコンテントタイプとホームページの HTTP データ等を取得します。この関数は自作関数です。この関数から先の処理は迷宮のようになっておりますので、説明は割愛いたします。興味のある方は概要欄にプログラムのリンクを掲載しておきますので、そちらを参照してください。170行目でコンテントタイプ、つまり HTTP データのヘッダを出力します。171行目でデータ本体を出力します。172行目で出力し終わるまで処理を待って、173行目で出力をクローズしています。続いてメイン処理部分です。177行目で先ほど作ったコネクト&リターン IP 関数をコールして、ピコを Wi-Fi に接続し IP アドレスを取得します。179行目から181行目で非同期で Web 通信を起動させます。これは公式に載っている作法通りです。180行目のスタートサーバー関数の第一引数で、先ほど作ったアシンクサーバー関数を登録していることに注意してください。183行目のランフォーエバーメソッドをコールすることにより、クライアントとの通信が永続的に行われるようになります。このメソッドのおかげでワイル文を書かなくて済むのですね。以上が Web 通信についての説明になります。このプログラムはある程度汎用的に作りましたので、全部を説明すると大変ですので、皆様に活用していただけるようカスタマイズが必要な部分に関して説明いたします。カスタマイズが必要なのは以下に説明する4つのテーブルの登録とそれに付随する関数の登録です。ルーティングテーブル、コンテントタイプテーブル、アクションテーブル、ポストアクションテーブルの4つをカスタマイズします。それぞれの中身を見ていきます。ルーティングテーブルでは、ルーティングすなわち URL の末尾の部分とそれに対応した HTML ファイルを登録します。長期例でいくと IP アドレス /top と URL を入力すると write.html が表示される仕組みです。ゲットメソッドのページでしたら、このテーブルに登録するだけで完了です。ポストメソッドの場合は、このテーブルの他にもう一つポストアクションテーブルの登録が必要になります。ちなみにホームページに埋め込まれた画像に関しては、画像ファイルをピコに置いておくだけで読み込んで表示してくれます。このテーブルへの登録は不要です。コンテントタイプテーブル、ファイルの拡張子とコンテンツタイプをここで紐付けています。基本的にはこのままです。特にテキストタイプについては手抜きをして作っていますので、テキスト HTML 以外はうまく動かないと思います。アクションテーブル、ラズベリーパイピコ W はマイコンですので、確認出力ピンに外部のデバイス、例えば LED やモーターなどを接続してあげることで制御することができます。その制御のための関数とルーティングを紐付けるのがこのテーブルになります。必要に応じてルーティングと関数をここに登録してください。デバイスへの制御処理は短いものであれば直接ラムダ式の中に書いて登録し、長いものであれば外部に関数定義してそれを登録してください。この例では URL が /LED4 の場合はオンボード LED が点灯します。 URL が /GetTemperature の場合は GetTemperature 関数が呼び出され、オンボードの温度計により
気温を測定して返却するように動きます。ポストアクションテーブル、ポスト通信がされた時は大抵何がしかのデータが渡され、それを受けての処理がなされますので、その処理を登録するのがこのテーブルになります。ルーティングとそれに対する処理が記述された関数をここに登録してください。関数は2つの引数を受け取るようにしてください。1つ目はページデータ、これは表示する HTML ファイルのデータになります。先ほど登録したルーティングテーブルの HTML ファイルのデータがここに転送されます。2つ目はポステドデータ、 HTML のポスト時にネームとバリューで指定した情報が辞書型データとしてここに転送されてきます。そしてこの関数は加工した後の HTML データを戻り値で返却するようにしてください。この例では URL にスラッシュインプットネームが指定されてポストされたら、54行目で定義したポストネーム関数が実行されます。以上がカスタマイズ部分の説明になります。この簡易ウェブサーバでできることをまとめます。基本的なゲット、ポストリクエストに対応しました。埋め込み画像も表示できるようにしました。マイコンとしてのデバイス制御に対応しました。ラズパイピコ W でウェブサーバを立てることのメリットです。第一に低コストで作れる、第二に消費電力が少ない、24時間フル稼働していてもスマホの20分の1程度しか電気を食いません、第3にスマホをリモコンにしてデバイスを操作できるということ、第4に Python で記述されているため拡張性が高いということです。例えばチャット GPT の API などをコールしてオリジナルなチャットボットを作ったりもできるでしょう。以上、ラズベリーパイピコ W を使って簡易的なウェブサーバの作り方について解説をいたしました。ご視聴ありがとうございます。よかったらグッドボタン、チャンネル登録お願いいたします。